はい、じゃあ次あそこの総龍門あちらに行きたいと思います。これで最後かな。ちょっと下った感じですね。ここからちょっと下っててあそこにあります。うわすごい景色いいな。本当こちらが総龍門ですね。下から見ましょうか、せっかくなんて。あ、タコ揚げしてる。あれタコですね、これは完全に。誰が飛ばしてるんだ。あ、あの人だ。タコ飛んでますね。うまい。あ、この人もタコ飛ばしてる。こちらが最後総龍門です。すごい。修学旅行生みたいな感じの韓国人の、学生がいますね。やっぱり見学に来るんですね、こういうところに。それでは僕もくぐりたいと思います。どんな感じなんでしょうか。行き止まりになってるのかな。はい、くぐりたいと思います。あ、道になってるんだ。こっちは行き止まりだけど、こうぐるってなってて、こっちから出れますね。ほうほう。なるほど。これ多分夜ライトアップされるんでしょうね。ところどころにこういうのがあるので、きっとこれ夜になるとまた違った雰囲気が出るんだと思います。なんか層に一泊して夜をじっくり見学するっていうのもいいかもしれないですね。僕は今回ミョンドに泊まっているので、帰りますけど、泊まるのであれば夜じっくり、夜じっくり見たら、ちょっと違った感じになるかもしれないです。それではちょっと最後上登っていきましょう。こっち入ってみようかな。これきついな。よいしょ。こういう中の建築もすごい色彩が鮮やかですよね。こういうところ緑、ピンク、赤、赤でも種類の違う赤を使ってたりとか、模様もすごいおしゃれです。全部柱にこうやってデザインが施されています。すごい。じっくり見るとすごい楽しい。天井も柱がこうデザインされてる。いいですね。ほんといい。楽しいです。さあこれで終了かな。てかいろんな角度から見る景色を見るのもいいですよね。違った角度からあそこからこう来てそっち行ってこっち来たって感じですよね。この総龍門に、いるんですけど、カラーになってるところと白黒っぽいところで、カラーになってるところが見どころみたいですね、日本のマップの。で、ここをずっとまだ続く状態で壁沿いに続くんですけど、こっちはもう白黒になってるんで、まあ見どころじゃない感じになってると思います。ただ発達門、バス停乗るところがここですね。発達門ここなので、この、この壁沿いというかここの総龍門からずっとこう歩いて、行きたいと思います。城壁沿いを歩いて、発達門、のところに行きたいと思います。撮る感じですね、一周して。ちなみにまたタコが飛んでます。見えますかね。鯉のぼりかな。鯉のぼりみたいな感じですね。ここです。すごい、うまいね。
っとここを歩いて帰りたいと思います。ずっと今城壁を歩いてます。まだ着いてないですけど、今5時20分ちょっとかな、5時20分ぐらいなので、2時間半ぐらいで全部見れるよって言われましたけど、多分今3時間から3時間半ぐらいかかってますかね。けど僕はこの撮影をしながら、説明したりして進んでるんで、もしかしたら普通の人がこうぐるっと歩けばちょうど2時間半とかで済むのかもしれないです。今のところ僕は3時間から3時間半ぐらいかかってる感じですね。まあ休憩も何度か挟んでるので、まあ、ただこの長さはきっとみんな休憩しないと無理じゃないかなと思います。もう腕と足が結構限界を迎えてきてます。あそこに見えるのが、教会みたいですね。スウォン第一教会っていう教会みたいで、夕焼けの展望台って書いてあります、ガイドマップには。なのであそこ入れるんでしょうかね。入ってこう夕焼けが綺麗に見れるのかな。ずっとこう歩いてきて、今ここの東南角楼ここですね。ここにいます。はい、ここ最後です。でここが東南角楼で、この発達門、このバス始め着いたところですね。ここに戻りたいと思います。はい、ようやく着きます。あ、旗の色が赤に変わりました。これあれかな、なんか東西南北とかで色が違うのかな。こうやってじっくり歩いて回るといろいろ発見がありますね。ただ昨日も結構歩いたせいか8時間ぐらい寝たんですけど、なかなか朝起きれなかったですね。多分今日は昨日以上に疲れてるんで。いやー、3日目が終わってしまう、早くも。そんな感じの気分です、今。すごい楽しいですね。ここ自体がもう発達門市場なのかな。発達門市場って書いてあります。壺がいっぱい売ってるな。そんな壺の需要あるのかな。キムチ入れるやつですかね、これ。はい、バスが到着したところに戻ってきました。ようやくです。これからスウォン駅に戻りたいと思います。来る方法は聞いたんですけど、戻る方法を聞いてないので、どっかでスウォン駅のバスに乗りたいと思います。はい、反対側を渡ってきました。ちょっとバス乗る前に疲れたんで、一回ちょっと休憩入れたいと思います。はい、最後の発達門。夕方の感じもいいですね、光が差し込んで。あとロッテリア行きたいと思います。すぐそこにロッテリアがあるので、今ロッテリアに入ってアイスコーヒーを頼みました。でミルクとシュガーって言ったんですけど、なんかミルクはないって言われましたね。サンクスコーヒー、1日目のサンクスコーヒーでもそうだったんですけど、シュガーはくれるんですよね。だからきっとミルクって置いてないのかなと思います、日本みたいに。そしたらバスに乗りたいと思います。バスどこだろう、これは違うかな。はい、戻ってきました。ここがスウォンステーションです。ちょっと見えないか。プラザの1階なんですけど、まさかのノースウィング、誰が泳ぐんだよって思わず突っ込んじゃいました。これなくちゃダメですかね。なくてもいい気がしますけど、来ないと入っちゃうんですかね。来るときは1番線の鈍行できたんですけど、帰りはできれば、特急みたいなやつで帰りたいなと思ってます。いくらなんでしょうか、行ってみたいと思いました。